アレルヤありがとうございます。ホサの聖活隊の力強い賛美感謝いたします。またヘプチバサンビチームの賛美感謝いたします。今、雪が多く降っています。しかし、私たちはこのように神様の前に集って神様の前に礼拝を捧げています。この白い雪が地面に覆い尽くされているように神様の恵みと祝福が私たちの心にも。 えー、降り注いで大きな恵みと祝福によって満たされることを主のみなって祝福いたします。今日私は歴代史上2章55節と4章9節から10節の御言葉を通してベ別とレカブビトの祝福ベ別とレカブビトの祝福について見てみたいと思います。今日の本部歴代史上の内容ですけれども。 この歴代史の系図に記録されている内容ですね。歴代史上下はイスラエルの人々がバビロンから帰還してからエズラという預言者、預言者が約5世紀頃に記録した内容であります。イスラエルの人々が捕虜から解放されて帰還しましたね、国に戻りました。そして 大きな夢を持って国を新しくまた建てようとこれから一生懸命暮らそうとして来たわけですけれども思ったようにはならなかったわけです国が強くなることもできず周辺の敵が多くまた聖殿も建築しましたけれどもソロモンの宮に比べるととても三つぼらしいものでしたそして人々のですね力も 亡くなってしまったそういう時代にエズラがこの書物を歴代史を記録したわけです特に歴代史を見ると1章から9章まで経図が記録されていますこの本を始めるため始め始ときなぜ経図が記録されたのでしょうかこれはイスラエルの人々にその根元 根本がどのような、えー、国であり、どのような民族であるのかを、えー、示すために、経図が記録されているわけです。アダムから始まっていますよね。私たちはただ単なる、えー、他の人の同じような民族ではなく、アダムの子孫であると、そしてアダムからアブラハム、イサク、ヤコブへと、旅でと、えー、このように有名な、えー、人物を経図に記録して、 私たちはこのような国であり私たちはこのような民族であるともっと力強く歩もうと希望を持とうという意味で絵面がこの歴代史を記録しているわけですね。経図から始めました。今日の本文はその経図の中でも矢別という人物について記録しているんですけれどもいきなり矢別という人が出てくるんですね。まず歴代史上4章を見るとですね。えー、普通 誰が誰,かを見誰が誰かを見と、えー、経ーが記録されるわけですけれども、このヤベツという人はです、ね、いきなり登場するわけです。誰がヤベツを産んでというのではなく、それがないんですね。ヤベツの、えー、父が誰なのかは記録してないわけです。ですから、この学者は、他の、えー、ある学者はですね、メルキセデクのように、えー、父もいない人であると。 そうやって主張する人もいますまたある人は誰かが編集していきなりその中にですね誰かが「や別というその内容を入れようとしたとそうやって考える人もいますしかしこれは神様の御言葉であり精霊によって記録された本であるため これは神様の意図的なものであるということを見ることができます。ではなぜ、ヤベツがいきなりこの系図の中に入っているのか、見てみたいと思います。まず一番目に、最初にヤベツの背景について見てみましょう。歴代史上2章55節を見ると、ヤベツが住んでいた初期間の士族、そしてそれは浜手から出た。 ケニビトであると語っています。ヤベツというのは地域ですね、地域、都市の名前です。人の名前ではありません。このヤベツに住んでいた初期の種族、テラテビトが住んでいたと語っています。そして、テラテビト、シメアテビト、スカテビトが住むその種族の中で、ケニビトであると語っていますね、ケニビト。このケニビトというのは違法の人たちです。イスラエルの民族ではないわけです。 外国人がイスラエルのその中に入ってきて、そしてイスラエルの人々と共に暮らしていたということを意味しています。そして、それからユダの部族に編入されて、その系図の中に記録されているという意味なんですね。ですから、このヤベツという場所は、ケニビトが住んでいた場所であると。そして、その当時、その当時の地域の名前を。 作る時名前を、えー、つける時にですねその地域をその村を、えー、見つけた人の名前を付けることが分かります例えば今私たちのこの教会がある場所をヒックスビルというんですけれどもこのヒックというのは、えー、良い意味ではありませんこのヒックというのはヒクスビルというのは、えー、田舎者という意味なんですね田舎者で私は最初来て えこのヒックスビルというところをですね名前を聞いていや田舎なのかなと思ったんですね。このヒックスビルというのはヒクスというある人がですねある牧師のえ息子なんですけれどもお金持ちでこの土地をですねえヒクスという人の土地だったといいますここの地域がですねそしてそこに汽車をえ汽車の駅をですねえつけ作って。 そしてこの町をヒックスビルという名前を付けました。イスラエルも同じように、最初その地域に住んで、その地域を治めていた人の名前を付けるという風習がありました。今日も見ると、54節を見ると、2章54節に、サルマのコラはベツレヘム、ネトパビト、アタロテ、ペテ、ヨアブ、 マ,ハマナハテ人の仲間およびゾリビトであると語っていますね。ここを見ると、ベツレヘムというのももともとは人の名前でした。しかし、このベツレヘムという人がですね、ある土地に住んで、そこをベツレヘムと名前を付けたわけです。そして、そのベツレヘムでイエス・キリストが誕生したわけです。ということは、55節に出てくるヤベツというその町もですね、ヤベツという人が、 最初、作った地域であったということを見ることができますね。ヤベツはそこに行って、そこに暮らしました。そしてその場所が初期間の部族が、士族が集まる場所であったと。ですから、ヤベツも初期間であったということを私たちは察することができますね。そして、違法人であるケニビトが住んでいる場所であるため、このヤベツは例えば、 多,多分、ケニビト、違法人であったということを私たちは知、えー、ることができます。では、初期間というのは誰ですか初期間というのはソペルという単語ですね、ソペル。これは聖書を複、えー、写して、研究して、また人々に教える人々ですね。ソペルというのは聖書を複、えー、写、コピーして、またそしてその聖書を研究し、 当時印刷の技術がなかったわけですよねコピー機がないわけですですすから手でいちいち聖書をコピーして文章を残しました。そしてその聖書の見言葉を研究し教える人。それが書記官です。旧約聖書を見るとエズラが代表的な人物ですね。エズラは、えー、書記官でした。ショペールという単語が使われています。 エズラ7章10節を見ると、エズラが心を込めて主の立法を調べ、これを行い、かつイスラエルのうちに定めと起きてと教えたと語っていますね。エズラ7章10節です。一生の間、一生神様の御言葉を研究し、復写し、または教える、その、えー、使命を果たしたわけです。ヤベツも同じなんですね、ヤベツも。 ヤベツは異邦人でした。その違法人がですねイスラエルの中に入ってきてイスラエルの民族のその主を信じその宗教を受け入れて終わるだけではなくその聖書の御言葉を復写し学び研究し教えるそういう職業を得たということですではなぜでしょうか今日の本文を見るとヤベツのその生涯について 推測すすることはできます歴代史上4章 9, 章9節を見ると、えー、ヤベ別はその兄弟のうちで最も尊ばれたものでありその母が私は苦しんでこの子を産んだと言ってヤベ別と名付けたわけですこのヤベ別の、えー、父については記録されていませんそしてヤベ別が、えー、母が名前を付けたと語っていますね そのや別というのも苦しみとまた悲しみという意味があります。良い名前でもないわけです。私が苦しんでこの子を産んだからといってや別と名付けたわけです。ただ単にですね、えー、この子供を産む時の苦しみが、えー、苦しかったというのではなく、その当時のその人の母親のですねその暮らしを表しています。 ヤベツの出生したその生まれた背景はですねとても苦しく悲しく貧しいそういう状況の中で生まれたということを私たちは考えることができるわけですそのような不幸な背景の中でですね生まれたわけですしかしそのようなやベツがですねこのケニビトでありながらも誰かに伝道を受けて主を信じ そしてその御言葉に習ってイスラエルの民となってきたわけです。そして書記官として一生の間、神様の前に働く使命を果たすことになりました。外国人が他の国に行く時、なぜ行くんですか何か問題があったり、また何かチャンスがあったり、また何か用事があるから行くわけですよね。 例えば子どもたちの教育のためにアメリカに行ったりだとか、また新しい、えー、出発、えー、チャンスを持ってです、ね、アメリカに行ったりするわけです。この外国人であるヤベ別がイスラエルに行って初期化になったと書いてるんですね。今で言うと牧師となったということです。また進学者になったりですね。パクチンド牧師先生、日本人ですよね、鈴木先生。 なぜ韓国までいて牧師になったんですか皆さん。ヤベツも同じようにイスラエルに行って初期化になったわけです。それは一つなんですね。ヤベツという人は伝道を受けてその御言葉に神様のその御言葉、その聖書の御言葉に、えー、捕まれたということなんですね。没頭しました。故郷を捨ててイスラエルに行って一生懸命 自分の人生の間、この聖書の御言葉のために暮らしたわけです。本当に悲惨な、不幸な状況の中で生まれましたけれども、この御言葉に出会って、望みを得て、そしてその御言葉をつかんでですね、イスラエルの民に入っていったわけです。そしてこのヤベツは、尊い人として認められることになります。その兄弟のうちで最も尊ばれたものであったと。 多くの違法人の中でもですねこのヤベツの前に来て聖書の御言葉を学んだと語っていますそのヤベツが住んでいるところが書記官が住む場所として変わるほど多くの人が集まってきたということを記録していますそしてそのヤベツという名前を通してですね地域の名前を作ったわけですヤベツと書記官が集まる場所町なんですね ですからこのヤベツという人のその影響力がどれほど大きなものだったのかを知ることができます尊いものとして認められて有名になりましたケニミトなんだけれどもイスラエルに来て尊ばれるものとなったとその人に勉強を学べばいいんだと有名になったわけですねそれがヤベツの、えー、暮らし歩みでしたじゃあ大きな2番目にヤベツが受けた祝福について見てみましょう ヤベスはどのような祝福を受けたのでしょうか大きく2つに分けることができますまず1つ目に神様が彼の祈りに答えられましたヤベスが祈るすべての祈りに神様は答えられましたとても大きな祝福なんですね祈るたびに答えを受けると考えてみてください皆さんすべてが 良くなパンジが益となる祝福ですね。2番目は、2番目は、すべての兄弟のうちで最も尊ばれるものであると。すべての兄弟のうちで最も尊ばれたもの。ヤベツという名前はですね、祝福を受けることができない名前なんですね。ではなぜこのような祝福を受けることができたんでしょうか。このヤベツという名前はですね、悲しみ、また苦しみという意味であります。この意味は、 のののその生ままれた時の背景を示すす意味でありますヤベツがその母がですね苦しむ中でこの子を産んだからヤベツと言ったわけですねそれを私たちは知ることはできるわけですけれども多くの人はですねこういう背景で生まれてしまって私は辛いと苦しいと もっと大金持ちの子供として生まれていればと後悔したりだとか恨んだりすることもあるわけですよね。私たちの人生のかもう運命だとかそうやって言いながら誰かのせいにすることがあります。しかし矢別はそういう恨みや憎しみがなく誰かのせいにすることもなく自分の中にあるその環境をですね 乗り越えて、ただ祈りによって神様に祝福を求めて、その祝福を受けたものであると、聖書は記録しています。信じる者にはすべて叶えられると、祈りに応えられると語っています。私たちには運命なんていうものはありません。信じる信徒には限界もありませんし、できないことはないわけで、不可能はありません。 ヤベツがこのように祝福を受けた秘訣はそのような信仰を持って一生懸命神様に祈ったために祝福を受けたわけです。ですからその人生はですねそのような背景やまたそのような運命を乗り越える祝福を受けたわけです。神様の恵みを求めてそしてその恵みと祈りの答えを受けてですねヤベツのその人生は 本当に神様から祝福されたものと変わっていたわけです。その名前とは全く違う反対の祝福を受けました。人間は必ず神様から与えられる祝福を受けて、歩まなければならないということを聖書は記録しています。信仰というものは何ですか信仰というものは神様の前に祝福を 求めるのが信仰であると語っています。ヘブル11章6節になりますね。ヘブル11章6節を見ると、信仰がなくては神に喜ばれることができない。なぜなら、神に来る者は神のいますことと、ご自身を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからであると語っています。信仰というものは神様が存在するということを信じることと、また次に、 神様が報いてくださるということ、その自分が求めるもの、祈りに報いてくださるということを信じなさいと語っていますね。祈らなければいけないわけです。私たちはどうですかある時はですね、こういう人もいます。いや祝福はもういいですと。天国だけ入らせてくださいと。それだけで十分ですという人もいます。しかしそれは間違っている信仰です。聖書で言う信仰というものは神様が 祝福してくださることを求めて祈らなければならないと語っていますね。創世紀32章26節を見ると、ヤコブがですねある人と格闘したわけです。しかし、その人が神様でした。しかし、その人が争う中でですね、えー、もう行かなければならないと言ったときにヤコブは何と言いましたか私に祝福してくださらなければ、私は話しませんと。 語りましたよね本当に命を懸けて祝福してくださいと、祝福をしてくださなければ私は去りませんと語りました。しょうがなく神様はヤコブに祝福を下さったと書いていますよね。このように私たちも祈りながら祝福を求めなければいけません。ヤコブやまたヤベツのようなそういう暮らしをしなければいけないということです。ヤベツは一生涯神様の御言葉を求めて、 歩みましたそういう結果遠を飛ばれるものとして祝福を大きく受けましたその名前の語源を見るとですねエチェブという単語から由来したものでありますこのエチェブというのは人間の堕落と関係しているものでありますそれで苦しみ悲しみ苦痛という意味があるんですけれども創世記3章16節から17節を見るとアダムとエバが堕落してから えー、神様が、海、えー、の苦しみを大いにすると語りましたよね。身ごもりの苦しみを大いに増ますと。苦しんで、こう生まなければならないと書いています。それが、えー、エチェブから出たものですね。そしてアダムには、えー、堕落したその後にですね、この土地があなたのために茨とアザミを生えさせて、あなたは野の草を食めなければならないと。 そして汗を流して家庭を得なければいけないと書いています。ここも同じようにエチェブから出ていました。ですから私たちの人生のその苦痛、苦しみ、悲しみ、苦難、患難、すべてのものがですね、すべてが堕落の結果であると語っています。ヤベ別もその母がですね、苦しみの中で生まれたからこそヤベ別と言いました。ですからヤベ別というのは すべての人類、人間の、えー、その、えー、背景を意味していますね。すべての人間は堕落したために罪の中から生まれるわけです。罪の中で。四篇51一ン5節を見ると、ダビデがこう語っていますね。ああ私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもったと語っています。 ダビデの母がですね、ただ罪人だったからというわけではありません。すべての民が、すべての人間が罪の中から生まれるということです。ヤベツも堕落した人間の母系なわけですね。ヤベツがみ、えー、言葉をつかんで祈ったために、すべてのものに勝る、尊ばれるものとして、えー、なりました。それは私たちに与えられている希望なんですね。 私たちも同じように、野別のようにな,れることなることはできるということです。世の中では、ある人はですね、えー、大金持ちの家庭、またある人は貧しい家庭で生まれると言われますけれども、そういうのは関係なく、すべての人が罪人だと、そして罪人の中では生まれたと語っています。苦しみや悲しみ、そういうものをすべて持って生まれてくるということですね。ある人は もう全てが良くなるように見えるかもしれません。しかし、全ての人には問題が必ずあります。人生、人間はですね、堕落を回復し、私たちの中にある苦しみ、悲しみ、苦痛、自分の不足をどのようにして克服していくかをしっかりと、えー、悟らなければいけません。ヤベスはですね、神様の前に、 見言葉をつかんで、祈ることによって、そのすべての苦し,みを回復し苦しみから回復されたわけです。それが信との歩みだということなんですね。大きな3つ目に、矢ツの祈りについて見てみましょう。矢ツの祈り、どのような祈りでしたかヤベツの祈りは有名なものでありますね。 えー、あらゆる本も出ていますし、ヤベツの祈りについて何回も説教しましたけれども、もう一度見てみたいと思います。まずは、えー、大いに祝福してくださいと祈りましたね。大いに祝福してくださいと。ただ祝福をくださるのではなく、祝福の上に祝福をくださいと語りました、えー。変に見ればですね、欲があるように見えますけれども、そうではありません。これは 小さな祝福から大きな祝福までを、えー、全てを表すものであります。小さなものから大きな祝福まで。ですから祈る時にですね、小さなものも祈らなければいけないということです。細かく祈るわけですね。小さなもの、本当に細かいものから大きなものまで祈らなければいけないということを意味しています。小さなものから大きなものまで祈らなければならないと。 能牧先生も言われましたよね。祈る時にですね、神様が、えー、もう嫌、えー、になるほど祈りなさいと語られましたね。めんどくさくなるほど祈りなさいと。そしてこれは肉の祝福から霊的な祝福までをくださいということです。肉親的なこの肉,なる肉体のもの祝福だけではなく霊なる祝福までも求めなさいと。 人間の力では、霊的な祝福を受けることはできません。霊的な祝福を受けなければ意味がないわけですよね。霊的な祝福がなければ、その人の心は満たされることはありません。そして、この祝福というものは、小さなものから大きなものまで、肉体的なものから霊的なものまで、また、 永遠にです、ね、途,切途切れることなく与えられる祝福を意味しています。また2番目に、私の地境を広げてくださいと語っていますね。これは心の境、また私たちの住みか、活動の舞台のです、ね、領域を広げてくださいという意味であります。これは心の地境がまず広がらなければいけません。 私たちの心がです、ね、小さな心だったら祝福を与えようとしてもですねその器が小さければ受け入れることはできません大きなその器を私たちは準備しなければいけないわけですですから私たちの心のその自社会を広げなければいけないわけですよね全てのことに祝福を受けなければいけません3番目に、えー、災いから遠ざけて 苦しむことがないようにしてくださいと語っています。この災いというのは堕落の結果です。私たち人間には必ず災いがあります。大きくても小さくても、自分が罪を犯していなくても堕落した世の中に住んでいるため、私たちには災いがあるわけです。では、この災いから抜け出して遠ざけて苦しむことがないようにするためにはどのようにするべきでしょうか それはまず罪の許しを受けなければいけません。それが詩幣32編、一節に記録されていますね。ダビデが何と言いましたかすべてその背きを許されること、罪を許されることが祝福の始まりです。そして次に罪を離れることです。罪の許しを受けて、また罪を犯したら意味がないわけですよね。豚をきれいに洗ってもですね、また。 豚,の豚は汚れる、汚くなるわけです。同じように、私たちが罪の許しを受けたならば、必ずその悪から遠ざ,遠ざからなければなりません。詩篇一篇一節になりますね。悪者の悪者の,悪者の計り事に歩いまず罪人の道に立たず預ける者の座につかなかった者、そのような人が祝福の受けの人です。また信仰の祝福が必要です。私たちは信じたいからといって、自分の思い通りに信じることはできないわけです。 それでエペソ2章8節を何て言っていますか ?2 章8節を見ると信仰というものは神からの賜物だと語っています信仰をくださいと祈らなければいけないわけですそうすれば憂い事のない苦しみのない悲しみのない祝福を受けることができます平和な心を受けることができます平安な心ピリピン 4, 章節節 4, 4章6節7節を見ると 何も思いわずらわないで、あらゆる場合に感謝を持て捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれますと語っていますね。神様の平安が私たちの心に与えられればですね、憂いのない、悲しみのない、苦しみのない暮らしをすることはできると語っています。そして、最後に、 私たち人間にとってはとても重要なことですよね。最後に、えー、憂いのない富の祝福です。悩みのない憂いのない祝福。信玄10章22節になりますね。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないと語っています。苦労がない富の祝福です。私たちが人間の力でですね努力して苦労しても、その富にはですね、 えー、苦しみがあり、悩みがあり、憂いがあるわけです。しかし、神様が祝福してくださる、その富にはですね、憂いのない、苦労のない祝福をくださります。憂い、悩みがある祝福にはですね、お金を稼げば稼ぐほど悩みも同じように重なっていくわけです。しかし、神様がくださる富は祝福だけの富であります。どんな苦難も乗り越えて、この矢別、えー、の祈りがですね、 私たちも、富を得るときに憂いのない、悩みのない、そういう祝福を受ける皆さんとなることを願い求めます。4番目に、ヤベスは、主の未定の助けを求めました。未定が私と共にあるようにと求めていますね。これは、私の力では何もできないということを認めることであります。 絶対的な神様の御手の祝福が必要だということを悟って祈る人に神様は祝福してくださるわけです。ヘブル4章16節のようにですね、神様はその恵みをりにかなった助けを与えてくださると語っています。その時々に、その時代時代に、その状況ごとに必要なものを与えてくださるわけですね。 神様はすべておりにかなった助けを与えてくださると語っています。それが大きな恵みです。本当に祝福なんですね、それは。では結論的に、矢ツは兄弟よりも、えー、尊ばれるものとなりました。矢ツの暮らしはですね、神様の御言葉のまま暮らし、祈りによって祝福を得て、 これから、矢別という、そういう信仰を持つ者に同じような祝福が与え,ること与えられるということを示しています。ヨブ吹8章7節のようにですね、えー最初はえー、最初は小さくても、その終わりは甚だ大きくなるという祝福が、えー、その通りかなった人なんですね。矢別は最初は小さなものでした、生まれたときは。しかし その終わりはですね、甚だ大きくなって、尊ばれるものとなったと語っています。来週また勉強しますけれども、その子孫もですね、同じような祝福を得ました。聖書では一日をですね、夜であり朝であると、夜から朝となるわけですね。それが一日なんです。それは、ヤベスの暮らしのように、始まりは暗い夜のような、そういう。 始まりであるかもしれません私たちは全て罪人ですしかし、後には明るい朝が来ると、いうそういう希望を示しているわけですね。ですから、ベツというものは、兄弟の中で最も重んじられ、最も尊ばれるものとなりました。ユダの部族はですね、一番重要な部族であります。ユダの部族を通してタビデが出て、そしてイエス・キリストも来ました。 しかし、えー、そういう、えー、祝福がですね、ベ別にも与えられたわけです。この遠を飛ばれるというものは、えー、カ壁という意味です。カベいこれは、えー、尊敬すると、と栄光という意味があります。栄光。神様が栄光を与えてくださったわけです。堕落によって栄光を失いました。神様から与えられた栄光を人間は失ったわけです。しかし、ベ別は、その栄光を回復したと語っています。 イザヤ60章、一節から三節を見ると何と書いていますか起きて、起きよ、光を放てと。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだと。身よ闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れると。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むと語っています。 神様の栄光が私たちのうちにあつ照らされればですね、それが光となって、どんな暗い世の中でもですね、その光を見て集まってくる人がいると語っています。矢つのその、えー、噂を聞いて、多くの人が集まって、御言葉を学んだようにですね、このエヴァグリーン協会が私たちのこの信との歩みを見て、その光を見て多くの人が集まってくる教会となることを主のみなおわて祝福いたします。 それでイエス様もですね、神様から、神様がイエス様にくださったその栄光を与えてくださったと、ヨハネ17章22節にありますヨハネあ。ヨハネ17章22節ですね。愛する皆さん、私たちも矢別のように、一生涯御言葉をつかんで、神様の祝福を求めて祈ることによって、すべての信徒が誰よりも多くの,その兄弟の中でも尊ばれて、 ヤベツのようなな大きな祝福ををを受けるる皆さんとなることなこ主のもって祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も私たちの足をこの教会へと導いてくださり、神様から与えられる御言葉と恵みを与えてくださり、祝福してくださることを心から感謝いたします。今日も与えられたこのや別に対するに対する御言葉を通して、私たちも同じように、家庭ごとに、 神様の恵みが満たされ、すべての祈りに応えられるよう祝福をして与えてください。私たち一人一人が矢別の祝福を受けるよう導いてください。この世の中でも神様の栄光が私たちを満たしてくださり、光を輝かせ、多くの人を救いに満たすええ導くものとなることはできるよう導いてください。多くの人からえ尊ばれるものとなることはできるよう祝福してください。 また子孫万代その祝福が途切れることなく与えられることによってこの祝福によっていつも満たされるように小さなものから大きなものまでまた肉体的なものから霊的なものまで永遠に途切れることのない祝福がこの教会のすべての家庭に与えられるよう祝福してください祈った通りに必ずなることを信じてイエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします I mean...